皆さんこんにちは、ワンダリブルージです。では今回は新ギレンデボベリーハードチャレンジマクベ編続きをプレイしていきたいと思っています。まずですね、前回のおさらいをしておくと、ここオデッサ基地にレベル将軍率いる部隊が攻略戦を仕掛けてきたので、これを撃退することに成功しています。それによってマクベはですね、地球上における最高司令官地球方面軍司令について、さらに階級も少々に上がっています。そしてギレン総帥からは、地球の制圧、最終目標はジャブロを攻略ということで命じられていますので、まずはインドマドラスに今回は攻略を仕掛けていきたいと思います。3連星、さらにランバラルもですね、今回マクベの配下として加わっています。でランバラル専用のドームなんかはですね、改造マックスまで上げてあります。同じく3連星のドームも開発マックスまで上げてあります。これでね、うまく戦っていければいいのかなというふうに考えています。今マドラス基地攻略始めているところですけども、降下してきたのは北京付近ということですね。これ北京単独で入られても困りますので、ザンジバルにグフカス、通常の、グフというところなんですけども、これも編入させちゃいましょうか。ザンジバルは使い勝手がいいものには、なってくるところだと思いますので、編入させます。グフもこの際編入させましょう。発言ポイントを、消耗してしまうというのはありますけども、ここで無駄にモビルスーツを失うというのはもったいないので。さあ、ではマドラス基地周辺に敵部隊展開してきています。突入できるものから、危険性は伴いますが、突入戦を開始していきます。ここは一刻を争うという判断ですね。ランバラル隊も突入します。マドラス基地ですね。先行していたランバラル隊。これを使ってまずは進軍ルートを確保しておきましょう。後続で入ってくるマクベ、それと3連星の進行ルートを、確保しにかかります。主力となるのは今ランバラル隊の、ランバラルになるんですけども、こういうところでランバラルのこのドンが撃破されたりするなんてことになると、まさに目も当てられないという状況になるので、ダメージコントロール、耐久力の管理だけはね、しっかりやっていきたいと思います。では3連星も前線到達しましたので発進していきましょう。ここから一気に数をね、削っていきたいなというところですね。3連星はもちろん、あとランバルもね、エネルギーを補給して前線に戻ってきてくれていますので、ここもうまく活用をしていきます。ここはランバラルがジムの指揮官機相手に攻撃を仕掛ける場面ですね。随伴しているのはグフと、あとは、グフ飛行試験型になりますね。ドムの、いわゆる、試験機という扱いだと思います。こちらは3連星です。なんとかお話している通り、本当にね、ランバラル強いんですけど、エネルギーの消耗がめちゃくちゃ激しいので、できればね、一撃必殺、必ず撃破してくれるっていうぐらいの攻撃効率があるとね、助かるんですけどね。では航続機である本体が入ってくることができましたので、総攻撃仕掛けていきましょう。ちょっと単数を使ってしまっているので、もうこのターンで本当に決めきる、このターンで攻略完了しようというところでね、頑張って意気込んでやっていきましょう。これ以上ここに時間をかけている余裕はね、ちょっとないですからね。では基地中心部の制圧をしていきましょう。あとは総統戦ですね。残っているのは砲台、フィッシュアイ、数機というところなので、このままこのマドラス攻略完了していきます。
はい、マドラス基地攻略終わったところで、今度はオデッサに味方部隊が降りてきたということですね。まあ、確かにオデッサ今敵の攻撃ちょっと受けてはいるところではあるので、まあ、これはですねオデッサの防衛にそのまま入ってもらいましょう。我々はこの後ですね北京攻略に向かいたいと思いますので、そのように差配していきます。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね北京攻略戦お届けしていきたいと思います。